岩国駅は山口県岩国市西木見六丁目にある西日本旅客鉄道岸特線の駅である。川西駅から乗り入れる西木川鉄道西木川清流線の列車も利用可能であるが、当駅を含む岩国駅、川西駅間は JR 線への型乗り入れという扱いのため、西木川鉄道の列車であっても JR の運賃が適用される。短式ホーム一面一線。 島式ホーム一面一線の地上駅。元は相対式、島式二面三線であったが、島式ホームの二番線が廃止、撤去され現在の姿になった。元々単式だった上りホーム側に駅舎があり、互いのホームは、区外寄りの古線橋で連絡している。駅舎のアーチ部分は、近帯橋を模している。なお、旅客取扱い全体での駅管理は、 岩国駅が受け持つが、駅舎の所有権は JR 西日本から岩国市に移っており、NPO 法人西岩国駅と広域町づくりの会が岩国市より駅舎の管理を受託している。乗車券類の券売用に JR 線近距離専用の自動券売機が設置されている。西木川清流線の乗車券は券売していないので列車内にて生産する。 駅出改札窓口は、上記 NPO 法人の事務所に転用されており、簡易委託駅ではあるが、友人の出改札業務は行っていない。当駅の一番線ホームには、かつて団体客用の改札口として使われていたと思われる木製の柵枠が残っている。ただし、現在は、タクシー用駐車場との境界策が設置されているため、出入りはできない。駅舎内には、 駅事務室を改装して設けた展示室がある。展示室以外には倉庫等を改装して設けた野菜、加工品、手芸品などの屋内展示、販売区画や野外広場を使った朝市会場がある。いずれも地域交流等を目的として上記 NPO 法人が各になって運営している。トイレは駅舎の入り口外にのみ設置されている。 近代峡国指定の名称になっている五連の橋。バスを利用する場合は、当駅から系統番号及びのバスにて、近代協バス停留所まで乗車。徒歩散策を行う場合は、当駅前を通る山口県道15号を岩国、久和線を西南西に向かい、新新あ橋への取り付け道路から分岐する脇道を右折して、新工事の一方通行路に入る。その後、 新町大名工事の順に、道なりに歩くと、近代橋に到着する。新工事や大名工事の沿道には、明治以前から存続する寺院などがある。また、途中の新町付近には、岩国西郵便局、山口銀行、広島銀行、西中国信用金庫がある。岩国刑務所強制店という催しにおいて、受刑者の刑務作業で制作された製品が、 即売される。当駅から西北西に直線距離120メートルから130メートル程度の山口県道15号岩区に区我線を挟んだ反対側の路地の奥に位置する。駅から約220メートルから230メートル程度。中国 JR バス岩区に営業所かつて西岩国駅の近傍には中国 JR バス岩区に営業所が設置されていた。 新岩国駅経由で、増田駅と結ぶ岩駅線や、大竹駅経由等で、旧三和町へ連絡する、坂上線、西岩国駅から旧三和町へ連絡する、松尾線、及び、その他の支線を含む、バス路線の運行を担当していた。現在は営業所自体も含めてすべて廃止され、一部区間は、自治体バス等に置き換わっている。 旧岩国営業所の事務所建屋とバス駐車場等の敷地は現在ドラッグストアの店舗と来客用駐車場に転用されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。西日本旅客鉄道岩特線岩国駅、西岩国駅、川西駅参考文献出店、西岩国駅長築中、西岩国駅開業を50周年記念し、 西岩国駅1980年4月5日、時点までの歴史等について、鉄道省国時代407号、関東1934年8月30日、高立設計、駅券、グループ、1996、駅の話、明治から平成まで、改底初版、青山道書店 ISBN4 から 425760328AB、駅ステーション、西岩国。 交通新聞 P2 岩国市公共交通マップ情報面2020年9月17日閲覧ありがとうございます。